どうも会長です。いつも会長チャンネルをご視聴いただきありがとうございます。今回は地下鉄東西線青葉通り一番町駅からご案内してまいります。そしてやみつきでご紹介するのは中華料理とワインです。皆さんもきっと中華料理お好きだと思うんですが、ワインと一緒に気軽にリーズナブルに楽しめるのが魅力のお店です。ジャズが流れるいい雰囲気の店内で、経験豊富なシェフによる本格的な中華、もう楽しみしかありません。お料理の方は基本的にアラカルトですので、できるだけたくさんワインと組み合わせてご紹介したいと思います。到着しました。今回ご紹介するお店はブドウ守護屋シノワーズさんです。中華料理とワインのマリアージュ、そしてデザートまで楽しみです。それではご一緒に参りましょう。さあ行くぞ。はい、こちらブドウ守護屋シノワーズさん、オープンなさったのはいつなんでしょうか？2017年の5月23日です。中華とワインを肩肘張らずに楽しんでいただくお店になってます。林さんはいろんなこうジャンルの、ご経験があると伺ったんですが、はい、中華だけじゃなくてワイン居酒屋みたいなところで洋食の経験もありましたので、その辺も、料理に反映させるというか、盛り付けだったり調理法、加熱の仕方をこういろいろな取り入れて、いろいろいいとこ取りで料理を表現しています。人気メニューについて教えてください。はい、洋食の経験を生かしたお肉のパテとか鴨の生ハム、と中華ど定番の麻婆豆腐、チャーハンなどですね。麻婆豆腐は当店一番人気になっております。お客様に対してはシノワーズをどのように楽しんでいただきたいと思っていらっしゃいますか？おしゃれなフレンチみたいな要素を取り入れた中華とワインを気軽に楽しんでほしいと思うのと、すぐ目の前で料理を作っておりましたので、その臨場感、作っている工程も一緒に楽しんでほしいと思います。それでは早速中華料理とワインのマリアージュをご紹介してまいりましょう。最初は泡物からのスタート、本日のスパークリングワインです。そして最初のお料理はこちら、よだれ鶏ネギソース。一般的なよだれ鶏のイメージはラー油などを使って赤色に染まっている、そんな感じではないでしょうか。こちらのネギソースはいわば白いよだれ鶏、しっかり効いたネギ油がシャンパンにもよく合います。そこに水菜のシャキシャキ感も加わって実にいい塩梅です。飾りとしてあしらわれているのはバラ科のエディブルフラワーなんですが、これがあるとまたお皿全体のイメージがぐっと盛り上がりますよね。林さんが中華料理の豊富な経験をベースに洋食のテイストを取り入れたこちらのよだれ鶏、一皿目として最高の味でございました。美味しかったです。2杯目にいただいたのはチリ産のカベルネソーヴィニヨン。お料理はクリームチーズの味噌漬けです。可愛らしくて綺麗ですね。上品に味噌漬けされたクリームチーズは山椒とウーシャンフェンが味のポイントです。つまりこう見えてしっかり中華の味、このスパイシーな感じがカベルネともいい相性です。お皿の両端にあるのは西京味噌を使ったソースです。シノワーズさんではスパークリングワインをはじめ常時白ワイン3種類、赤ワイン6種類、そしてロゼワインが用意されています。今回はすべて林さんにお任せしてペアリングしてもらいましたが、私のようにワイン選びに自信がない方はぜひ気軽に相談してみてください。続いての一杯は幅広いお料理に合うというスペイン産のロゼワインです。いただくお料理はお待ち申し上げておりましたお肉のパテです。こちらはもう食べる前からめちゃくちゃ美味しいことがわかる強いビジュアル、優勝間違いありません。そして
楽楽の優勝でございました。こちらのパテは豚肉をメインに鶏レバーを少し、アクセントにカシューナッツ、それらをスパイス入り岩塩でまとめています。林さんによれば、この岩塩がロゼワインとのマリアージュを高めてくれているということです。実感させていただきました。余談になりますが、ステーキなどお肉そのものよりもこういったパテの方がより強い肉肉しさを感じることありますよね。こちらの一品がまさにそうでした。しかも激うまでございます。超おすすめの一品です。ズドンとくるお肉のパテの後はさっぱりとしたイタリア産の白をお願いしました。お料理は季節限定メニューからアスパラの生青のりあんかけです。お皿がテーブルに届くと、まず生青のりの深い香りにノックアウトされちゃいます。なんだか手を使って表現してますね。香りこそ強いんですが、アスパラそのものの味を引き立てるよう全体が優しいあんかけで仕上げられています。アスパラは旬の出始めの方が甘みが強いと言われていますが、すがすがしい味を満喫させていただきました。なおこちらは4月いっぱいぐらいまでの提供になるということですので、アスパラファンの皆様お急ぎくださいませ。続いてのお料理は鴨の生ハムなので、鴨に合うピノノワールをおすすめいただきました。そしてこちらがシノワーズさん自家製の鴨の生ハムです。鴨の生ハムと聞くと、まあフランス料理、イタリア料理、そんなイメージなんですが、こちらしっかり中華料理になっております。そのポイントは紹興酒、山椒、そしてウーシャンフェンでしっかりとマリネされていること。口に入れた瞬間、鴨の味とともにその香りが立ってきます。添えられた白髪ネギを巻いて食べるのもまたおつな味です。ワインで味わう鴨が好き、そういった方はぜひともお試しくださいね。続いては定番の中華料理メニュー、そしてシノワーズさんオリジナルのアレンジメニューなどをご紹介してまいります。続いてのワインはオーストラリア産のメルローミディアムボディです。こちらの鳥のイラスト、女性のお客様に人気だそうです。そして初めてこんなおしゃれな盛り付けを見ました。手作り餃子です。この餃子のポイントは女性でも食べやすいサイズであること、そしてワインに合うよう岩塩で味わうことです。一つ目は何もつけずにそのままいただきましたが、すでにワインとぴったりの味です。そしてスパイス入り岩塩をつけて食べると、ますますワインが欲しくなります。一口サイズで食べやすいこともあり、どんどん拍車がかかってまいります。お皿の真ん中にある餃子のタレで食べると、これはもうド定番の餃子の味です。ビールやハイボールと一緒に味わうときにはこれもいいですよね。今回はスタンダードバージョンをご紹介しましたが、他にごまソース、チーズソースといったバージョン違いもありますので、食べ比べをやってみるなんていうのも一興かもしれません。続いて海鮮のお料理を前に、ニュージーランドのソービニオンブランをお願いしました。そしてメニューを見た時から気になって気になって仕方なかったのがこちら、4000年前のエビチリです。ネーミングの由来なんですが、現在一般的に食べられているエビチリは、かの陳建民さんによって日本人でも食べやすくアレンジされたもの。しかしエビチリは中国語で感謝をシャーレン、乾くという字と焼くという字で表現されています。つまりエビチリが誕生した時にはソースの概念がなかったんですね。その原型をイメージして作られたのがシノワーズさんのこの4000年前のエビチリというわけです。エビはしっかりと炒められた後、特製の肉味噌と合わせられ、トッピングにはパクチーが使われます。
これは林さんのイメージアイディアを形にしたものなんですが、なかなかロマンを感じさせてくれますよね。そして美味しいです。グレープフルーツやレモンといった柑橘系の香りを持ったソービニョンブランがぴったりと合います。プリプリのエビ、肉味噌、そしてパクチー、普段食べ慣れているエビチリとは全く違うテイスト、ぜひ試してみてください。続いては町中華の代表的なメニューと創作メニュー、その2つをご紹介します。まずはこちら、豚肉、キクラゲ、卵のふんわり炒めです。これはお好きな方多いですよね。もちろん私も大好きでございます。キクラゲの歯ごたえと卵のふんわり感、このバランスも絶妙です。王道の町中華を意識しているということで、甘め濃いめの味付けになっています。これね、ご飯が欲しくなる味なんですよ。しかしこの後もまだ撮影は続くので、泣く泣く我慢いたしました。160キロを超えるスピードでど真ん中ストライク、そんなお味でございました。こちらは最近ますます注目を集めているスパイス、クミンで炒めたラム肉です。しめじもたっぷり使われ、特製ソースを余すことなくまとってくれています。そしてクミン独特の味と香りがワインの味をより一層高めてくれます。クミンはエジプトなどが原産ということで、スタンダードな中華料理とはまた違う味わいを楽しませていただきました。さて、いよいよ次はシノワーズさん一番人気の麻婆豆腐をご紹介します。林さんに調理シーンを撮らせていただきましたので、じっくりとご覧ください。出来上がりました。シノワーズさんの一番人気麻婆豆腐です。控えめに申し上げて、最強であり最高でございました。引き立ての山椒をはじめとした香辛料たちが自己主張し合っております。そして熱さと辛さ、たまりません。こちらにはライチのような香りと甘みを持ったアルザスを合わせていただきました。どこまでも熱くスパイシーな麻婆豆腐とほんのり甘いアルザスの組み合わせ、この美味しさは間違いなく舌の記憶に残る味でした。ただ美味しすぎるがゆえ、やっぱり白いご飯が欲しくなりました。その苦悶の表情に気づいた林さんが、そっと半ライスを差し出してくれました。プライスレスでございます。最後、締めのチャーハンへと向かう前に、
こうして胃袋の準備運動を済ませたのでございます。お食事メニューの締めはチャーシューチャーハンです。お供として最後に紹興酒ハイボールをお願いしました。ただただ美味しく、お店の実力の高さを感じさせてくれる味です。少ししっとりとした食感も個人的には好みです。どのお料理も本当に美味しかったですね。個人的には麻婆豆腐かけご飯からのチャーシューチャーハン、この流れが良かったんじゃないか、そう思っております。最後の最後に本当の締めとしてデザートをご紹介します。シノワーズさんの大トリを飾るのはこちら、杏仁ブリュレです。しっかりと固くカラメリゼされた表面をスプーンで割っていくのっていいですよね。濃厚な味わいの中に杏仁のいい香りがアクセントになっています。ということで、ぶどう酒小屋シノワーズさん、いかがでしたでしょうか。本格的でおしゃれな中華料理の数々とワインのマリアージュ、ぜひお試しください。それではまた。中華とワイン、ぜひ一度食べに来てみてください。お待ちしてます。